鬼のやがらは、乱花鬼のやがら族の多年草。不正植物。不正植物であり、光合成を行わず、葉緑素を持たない。地下の海景は、長さ10センチメートル前後の楕円型で、表面には、多くの節がある。茎は直立し、おびき化し色で、高さは40から100センチメートルになり、 円柱状の茎に、膜質の鱗片葉をまばらに付ける。夏季は6から7月で、高褐色の花を茎の先端に20から50個層状につけ、花方から開花していく。花は三角片が合着して、壺状になり、中に2個の側花弁と、卵状長楕円形の新弁がある。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、産地の樹林下。 出現に自生する。アジアでは、中国と、韓国、台湾に分布する。木材普及金である奈良竹と共生する。生薬名は天馬。半芸白術天馬湯として、めまいや頭痛、メニエール病、リウマチなどに応用される。アイヌの人々の間では、ウニンテップとして、根が主要な食料とされ。 松浦竹四郎は石狩日誌でアイヌのサツマイモとして紹介している。本種は奈良竹から栄養提供を受けて生活する金獣族栄養植物であるため、本種の実を単独で鉢植えにすると栄養の供給が断たれて衰弱故死する。しかし、強制菌を培養摂取したキノコ栽培養原木を途中に埋設し、 その隣に会計を植え付けた場合は育成が可能である。この手法によって中国などでは漢方薬材料として鬼の矢柄が商業的に大量栽培されている。本種は種子発芽時には奈良竹ではなくクヌギ竹属を強制菌としているが中国では種子発芽用の強制菌はモユ菌、親株栽培用の菌は密菌と呼ばれ、 それぞれ人工培養された菌が鬼のやがらの種子や苗と共に商業販売されている。さらに詳細な栽培解説書や近年では解説 DVD もある。日本国内でも実験的には人工栽培が試みられているが、価格的に中国産に対抗できないため商業化はされていない。奈良竹菌には植物病原性があるので隔離栽培が必要なこと。 高温を嫌うため、関東以南では空調などを利用しないと安定した、培養が困難であるなどの点からも、国内で、鬼の矢柄栽培が普及する、可能性は、低いと考えられる。チャイナプラントスペシャリストグループ、鬼の矢柄の強制金の同定と栽培実験、菊池源樋口誠氏諸田隆長沢久志氏、鈴木明、目を見る。 国土交通省北海道開発局2020年8月11日閲覧これらの情報については鬼の矢柄らの漢方名天馬と栽培をキーワードにして検索すれば動画も含めて大量に確認できるがその多くは商業サイトであるため外部リンクは省略する英語日本語ありがとうございます